どうも、MT ピッコナです。2021年、今年もいよいよ終わりますね。終わるね。山もかなり登ってきましたけれども、うん、今回は2021年の下半期で登ってよかった山ランキングベスト3をこれから発表していきたいと思います。上半期のね、あのベスト3動画も出しているので、うん、まだ見てないっていう方はぜひそちらも、ご覧になっていただければと思います。それでは早速第3位の発表をしていきたいと思います。あ、ちょっとその前に一つちょっと謝罪をここでさせてもらおうかなと思って。何の？いや、だからこの1年、うん、あのいつも皆さんが温かいコメントをくれる中で、うん、え、なんかこのんこのなんか後ろに隠してるさ、これなんか使わないよね。なんかさ、言うんじゃねえなと思ってたんだよね。言うなよ、もうちょっと。いや、だから。なんか置いてあるよね。いや、気にしない。これどのタイミングで使うんかな。うるさい。楽しみだな。だから。はい、あ、すいませんね、区切っちゃって。はい。まあ今年1年。まあなんかすごい寒いギャグをいつもやって。はいはい。申し訳なかった。あ、いつも温かいコメントをくれる視聴者の皆さんに対しても、はい、ちょっと申し訳なかったなと思って、ね、ここで謝罪を。特にね、このなんか寒くなってからの時期は、そうそうそう、毎週動画を見るたびに皆さんを寒くしてるみたいな、うん、なんで、はい、この場を借りまして、はい、ちょっと謝罪をしたいと思います、はい。いつも寒いギャグを言ってしまい本当にすいませんとくん。皆さん、何、本当にすいませんでした。これね、ああ、いきなり使うんだね、それね。うん、なるほど、うんうん。で、なんだっけ、第3位か。第3位ですね。第3位ね。それでは、ピクミンが選ぶ登ってよ、ま、よかったら、や、よかった、だった、3位大丈夫か大丈夫かはい、3位。ちょっとね、うん、今寒さでさ、ろれつが回んなくなっちゃって、あまりにも今のが強烈で強烈で、はい、第3位お願いします。はい、第3位は妙義山です。おお、じゃあもう圧倒的3位。どっちに？え、どっちに？圧倒的3位じゃねえ。いや、もう、あ、違う違う、あの、すごい 下的な、それともすごいなんか4位と離れてる的な。違う、そういうことは言いたかったよね。もう上位が熾烈で、あ、選ぶのが、うん、もう大変だった。なるほどね。正直、うん、メンツがもうやばかった。国語1だったえまあ妙義山です。はい、もう苦労したよ選ぶのも。うん、妙義山やばかったでしょ。まあやばいっていうか怖い。怖かったよ、ね、相当怖かったね。妙義山、はい、高戻し、君がね、撮影ボタンを押し忘れたね、そう、高戻しね。いや、もうあれ怖すぎて、うん、だってもう多分その後動揺しちゃったのかな。あ、まあまあ、でもあれは本当ちょっと撮影どころじゃないくらい怖かった。そうそうそう、本当に今までで怖さだけならダントツだった。うん、確かにそれは言えてる、言えてるっしょ。うん、うん、まあそういうわけで第3位は妙義山でした。ああ、景色とかじゃなくて恐怖的にね、もう印象にね。ああ、印象にね。ああ、まあその達成感とかってことでしょ。そう、そういうのを合わせて第3位と。第3位、もう体に、体と心に刻み込まれた、うん、ああ、なるほどね、うん、はい、じゃあ第3位、第3位、はい、妙義山でした。はい、はい、じゃあ続いて、うん、私の、うん、第3位を発表していきたいと思います。はい、ピッコナが選ぶ下半期登ってよかった山ランキング第3位は、南アルプスの北岳です。北岳というか、うん、北岳、愛の岳のあの重層、あ、うん、あれね、そうだったすごかった、本当に。真横に、うん、
そのあの稜線のところはほんとずっと富士山が見えてて、あ、まあ、要は標高ナンバーワンが見えてるわけですよ、うん、標高ナンバーワンが見えてて、1位2位で、その北岳から愛の岳に縦走してる間はもう後ろを向けば北岳が見えてる、正面にはあれが第2位です、愛の岳が見えてる、要は1位を見ながら後ろを振り向けばナンバー2、うん、標高ナンバー2、うん、目の前にナンバー3が見えると、もう挟まれてる、ね、そう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 、すごいなみたいな、そうだったあれは。でまたなんか、うん、あの北岳からの、うん、あの千畳ヶ岳とか貝駒ヶ岳とか鳳凰山とかのあの眺めの、うん、よかった、素晴らしい、よかった、北岳さん、そうすごいと、そう、あとなんだっけ、あの肩の小屋みたいなのがあって、そうそうそう、僕らが泊まったのはあの北岳山荘の方だよね、確かね、そうそうそう、で、泊まって、の山旅だったんですけど、まあ、結構そこに行くまでが割と長い、長かったね割としんどかったよね、あれね、しんどかった、あの大荷物を背負ってってなるとなかなかきつかったんですけど、まあでもそれに見合った素晴らしい、うん、素晴らしい、素晴らしい景色と、もうあの稜線歩き、うん、あれはね、うん、ちょっとこうグッとグッときましたよ、本当に、わかる、うん、で北岳って隆起した山では、うん、日本で一番標高が高い、そう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 、そうです、うん、まあ、ある意味ナンバーワン的なところがあって、そう、まあ、南アルプスっていくつか登ってるんだけど、うん、もう北岳、愛の岳を縦走して、うん、めっちゃハマったまあ分かる、すごいいいなみたいな、うん、だからまたねちょっと違うんだよね、なんか違うね、あの北とはね、またね、まあ、あれはあれで本当に素晴らしい山でした、うん、めっちゃ良かった、はい、第3位、2位なのに北岳、はいはいでした、はい、続きまして、うん、ピクミンランキング、うん、第2位の2位発表に移りたいと思います。それではピクミンさん、どうぞ一つ穏便によろしくお願いします。うむ、あまりちょっともう、ね、あまり温度を下げないようにお願いします、無理しなくていいんで、わかりました。第2位、はい、槍ヶ岳です。おお、まあ、槍ヶ岳っていうか、まあ、表銀座縦走したじゃない、はいはいはい、まあ、それも込みで、あ、なるほどね、うん、やっぱりその時に槍ヶ岳初めて登ったんで、うん、あれは感動的だったね感動だって北アルプスの王様って呼ばれるぐらい、まあまあね、そうだよね、すごい良かった、あの槍についに登れたっていう、もう達成感と、どん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 槍が近くなっていくわけだよ、縦走してる、しかもそこはね、それでとうとう目の前に行って、登って山頂行った時のあの、なんだろう、この湧き上がる気持ち、来ましたよ、やばかったいや、あれはね、確かに感動でしょ、私もものすごく感動したでしょ、なんか、なんだろう、したね、一番感動したポイントは東釜尾根の、うん、だっけな、ヒュッて大槍だっけな、うん、ってとこあったよね、確かに、ね、あったあったあった、あそこを過ぎた後の東釜尾根の、うん、まあ、槍が目の前っていうのがあるんだけど、うん、そこから歩いてきたこの表銀座を見た瞬間、すごいね、なんかぐっと胸が熱くなったというか、わかるわかる、全部見えるね、そう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 、あの瞬間ね、すごい、胸が熱くなった、で、しかもそこに行く前にさ、西岳から、そのヒュッて大槍に行く途中になんかすごい怖いはしごあったでしょ、マジこれ、あ、長いやつね、長いやつ、どうなってるんだよ、あれ君たちがさ、スイスイ行ってさ、俺だけなんかそこでなんか、怖すぎて、10分くらいこう、こうなってるの、ちょっと待ってよ、そうそうそう、ちょっとハングしてる、そう、なんか多分落石かなんかだよね、落石でこう、その、はしごの一番最初のところがこう、ね、見えなくなっちゃってて、お腹すりながら降りないといけない、そうそうそう、
君たちスイスイってさ、いやあれ怖かったね。いや俺だけなんかもうちょっと勘弁してよみたいな感じで、いやあれを怖、あの時本当に怖かったから、いやわかるよ、うん、あれを乗り越えた後のあの景色頑張れ、もう最高だったね本当にまあわかる。しかも、うん、なんかあの4人で山旅行くってなかなかないじゃん。ないね、うんだって今までも本当 4,5 回しかないもんね。動画にしてるのも1本だけだし。そうだね、うん、そうそうそう、だからまあそういった意味では味変で思い出だね。楽しかったし、もう絶景の宝庫だね、あの、そう、あの重曹炉がね。そう、うん、俺も正直2位にしたくなかったぐらいの、もう熾烈すぎて、あのそれが確かに、下半期登った山って結構すさまじい山なんだ。これリストにすればもうメンツがやばいよね、うん、もう誰が4番でもいいみたいな感じの、そんな山ばっかだと思うね。そう、まあわかります、わかるよね、はい、まあ、泣く泣く2位でしょ、泣く泣く2位というわけで、槍ヶ岳が2位でした。まあ、かっこ表銀座だよね、かっこ表銀座、うん、まあそれも入っちゃうんだけど、うんうん、はい、ピッコナーが選ぶ登ってよかった山ランキング第2位、はい、わかります？わかりま、せんとくん。お前ね、マジでね、ん、君ね、うん、本当にもうちょっと奈良県に、うん、足踏み入れない方がいいと思う。もし、うん、どうしてももうちょっとのっぴきらならない理由があって、うん、あの足を踏み入れなきゃいけないっていう時は、うん、多分武装してった方がいい。いや別にバカにしてるわけじゃないから、うん、オマージュっていうか、うんうん、だとしたら、うん、もう一回一からなんか、うん、社会科とか学んだ方がいいと思って小学生からねちょっとやり直して、はい、はい、でなんだっけ、あ、第2位か、第2位ね、はい、第2位、うん、生姜岳です。ここで来ましたか。いやね、すごかったわかる、うん、あの見えるとこ、そう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 、まあぶっちゃけあそこ通って、あのその何、穂高連峰っていうの、穂高連峰はもう登ったじゃん。そう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 、登ったんだけど、なんか登るのもすっごい楽しかったんだけど、ね、あれをあれやりだ、ね、なんか全部見れる感じ、目の前で、わかる、あの穂高連峰を目の前で全部見れる感じっていうのが、うん、ちょっとすごかった。全部見えたもんね。いや、すごい、うん、本当にやりかすげえな、わーってね、本当にあの景色は素晴らしい、わかる、で、しかも登ったのがほらもう結構雪があったでしょ、うん、ああ、そうそうそう、だいぶ雪があった時期に行って、その雪化粧をしてるあの北アルプスの山々、うん、美しい、うん、もうその一言ですね。割とほら蝶ヶ岳って、うん、あの危ないとこなかったじゃん、登ってて。ないね、うん、割と簡単にこう、うん、登れたというか、冬季の間は上高地から登る人が多いんだよね。そうそうそう、あの人気というか、うん、まあ、ちなみに俺が蝶ヶ岳で一番思い出に残ってるのは、うん、お前になんか山頂でプレゼントしたじゃない、あーケーキじゃない、忘れてた、こんないい、まあいいんだけど、それはいいんだけど、まあ、プレゼントしました、はいはい、で、ゴーグルをプレゼントしたじゃない、はい、で、あ、その説はどうもありがとうございます、いえいえ、マジでなんだけど、お前が袋とかゴミを俺のザックに転んでた。いや、わかるよ、風とかも吹いてたしさ、はいはいはい、飛んでっちゃうし、そうそうそう、まあ、それはしょうがないなって俺も思ったんだけど、ただいざ帰るってなった時に、うん、お前のザックがパンパンで、結局俺がまた全部自分のザックにしまって降りてからまた渡したって。そうだったね、そう、いや、だって俺はもう余地ないくらい入れてたから、自分のザックが、まあ、うん、言ってなかったしね、うん、本当になんで俺またしまってんだろうって。あったね、そんな秘話がね。そうそう。はい、まあ、蝶ヶ岳、ありがとうございます。はい、蝶ヶ岳第2位でした。はい、じゃあ続いて、うん、いよいよ、いよいよ第1位に、うん、
行きたいところなんですけれども、ちょっとここで番外編を、うん、あるでしょ君もなんか、なんか思い出話的な、そう番外エピソード的なの、そうね、なんかあるでしょ、うん、俺すごいのあるから、マジで多分君も聞いたら、うん、あれねってなると思うエピソード俺1個持ってるから。あ、マジで、うん、この下半期で、あもう、うん、すごいのあるからマジか、うん、まあ、じゃあ先に俺から番外編エピソード、はい、あの奥穂高登った際に、はい、あのカラサカールでテントワークしたじゃない、はい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 、その時にまあ夜、まあ寝てます、はい、で夜中の3時ぐらいだったかな、はいはい、あのやばいっすよ、ドローンがさ、うん、ふわーって夜中ですよ、夜中の3時ぐらい、めっちゃ綺麗だ、はい、飛んでたのが覚えてる、あのあ明け方までわかんない、寝てたからまあ明け方になってあのモルゲンロート、あ、まあ、その時は飛んでたの、飛んでたでしょ、うん、あ夜中は飛んでた、あそうなの、そう夜中の3時ぐらいにもうふわーってやってて、うん、うるさいなと思って、ああ、何や、君にしては結構シリアスな、そうそうだね、シリアスな話題です、ね、まあシリアスな話題で、はい、でまあで朝そのなん山岳警備隊の人が来て、はいはいはい、あ怒られてたね、そうドローンの飛ばしてる人出てきなさいって言うんだよ、うん、皆さんに謝りなさいって言うの、あ、まあ、ちゃんと謝ってたけど、あった、ね、うん、結構やっぱ周りの人もお怒りだったみたいで、うんうん、ふざけんじゃねえみたいな、やっぱみんな怒号が飛び交ってたよね、そうやっぱみんな怒ってたんだなと思って、あまあそれがちょっと思い出っていうか、 あんだけさ人すごいじゃんそこ、うん、そこの上でドローン飛ばすって俺結構やばいと思うんだよ、確かにね、もし落ちたらね、そうそうそう、やばいもんね、そう、そのまああそこはほら、まあね、場所とかね、か TPO をわきまえれば、うん、全然そのドローンの撮影とかっていうのもね、そうそうそう、よく NHK とかの何そのあれでもドローン使って撮影してたりする山動画とかもあるもんね、そうそうそう、まあ、だからそういう TPO をわきまえればまあ、うん、絶対飛ばしちゃいけないってことはないとは思うんだけど、うん、まあちょっと我々もね撮影の仕方にはちょっと気をつけて、だから飛ばすのは、うん、君のギャグに対するヤジだけにしとくわやめろそれもやめろそれが思い出です、うん、なるほど、はい、はい、随分シリアスでしたね、はい、珍しくに、うん、すごい俺が言いにくくなった次のあ、そういう感じなんだ、あそういう感じです、あそういう感じか、ピッコラの番外編、番外編、うん、まあ、ちょっとどこの山とは言わないんですけど、うん、はい、まあこれ本当に登山やってる人だったら、うん、まあ、困った人ってすごいいるといっぱいいると思うんですけど、うん、山小屋もない、うん、そういうコースルート、うん、で もうものすごくお腹痛くなっちゃって、うんうん、も催したんですよ、すごい先まで行っても、うん、後ろに戻っても、うん、もう山小屋とかトイレがなくて、うん、あこれやばいなみたいな、覚えてるでしょ俺が俺が覚えてるよね今、うん、まあ、とある山で、うん、そのまあもうそういう状態でこれもう1分1秒争うみたいな状況に僕が陥ってしまったんですよ、はいはい、で、まあ、その時に稜線じゃないけどこう僕ら登山ルートはもうここをこういう風に歩いてたみたいな感じだったんですよで、もうとにかく我慢できなくなって、うん、まあ、ちょっとこう登山道は外れたこういう外れたところに、うん、まあ、行ったんですよね要は、うん、もうちょっと俺してくるわと、うん、で俺はちょっとなんか見張りじゃない、ちょっと登山道から人が来ないか見張ってて、うん、みたいな、かなり安全な場所をとにかく探して、うん、あここだったら大丈夫だなみたいな、そうだね、まあ、まあ変な話下もそんなすごいなだらかだし、うん、簡易トイレ持って行って、うん、巨木があったんですよ、うんうん、巨木があって、あしっかりしてそうだなと思って、じゃあこのちょっと裏で、うん、用を足そうかな、生地打ちを生地打ちしてこようかなみたいな、簡易トイレをこう設置して、うん、こういう斜面に対してこっち向いてたんですよね、こっち、うん、こっち向いてて、でまあそのここに巨木があって、でその裏でやる、うん、で巨木の根っこにこうやって捕まって、うん、捕まって
で、こうやってこう、まあ要はこういう体勢ですよね。こういう体勢でその簡易トイレに狙いを定めて、でふってやった瞬間に、うん、なんか掴んでた根っこみたいのがバキッて割れて、なんかここをお尻出したまんまコロ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 みたいな転がってっちゃったんですよ。え、見たでしょ。バキッて音がした瞬間。最初俺はバキバキってなったから、おい大丈夫かって声をかけたら、まあ、転がってるわけじゃない。頭が見え消えたと思ったら今度下が見えて、でまた頭が見えてみたいな。コロ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 って俺それ見てもう床叩いて笑ってる。まあ下が安全だったからね。そんな漫画みたいなことある。頭見えてお尻見えて、頭見えてお尻見えてってことでしょ。プリッて、まあ、一発目は落ちるわ、簡易トイレの中で、ね、でバキッて割れるじゃん、で転がるじゃん、で俺こういう風に落ちてったから、なんかこう地面に、こういう風に落ちてったから、なんか一回一回このお尻っていうか腰の辺がこうやってゴンって当たって、当たる当たる当たるみたいな、当たる衝撃でちょっと出ちゃうんですよ。プリッみたいな、コロンプリッ、コロンプリッ、コロンプリッみたいな、でも服は汚れないわけよ。だって置き去りにしてるわけだ。ああなるほどね。もっと置き去りにしていくわけだから。そう、まあ、もちろん後で回収しましたよ、ちゃんとティッシュでこう取って、やってたね。そうそうそう。でもまあ迷子にはならないよね。もうヘンゼルとグレーテルみたいな感じで作ってなんかフェデューシーあそこ取ったんだなみたいな。でっていう、事件が。いや見たら笑うよ。あんな笑うわ。俺も最初は本当に、おい大丈夫なのかあいつはっていう気持ちがあったけど、コロコロコロもうあんな見たらもう笑うしかない。まあね、だ下が安全だったからこそ、そうあれだよね。まあ笑えたっていうのもあるけどね。俺の、登山史上、最もなんだろう恥ずかしい話。ということで、記事打ちをするときは場所を選びましょうということでした。はいはい、じゃあ、ピクミンの、第1位の発表に第1位移りたいと思います。はい、いろいろ登りましたよね。そうだね。さあお願いします。はい、ピクミンが選ぶ第1位は、お、剣岳です。おお、1位にふさわしい。まあね、すごかったもんね。すごかった。走ったことが特に印象がない。ああもう一回行っていける、渡れるかどうかっていう、PTSD だから俺、あの橋に対して。もうトラウマ、トラウマ。落石、はい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 、これ食らったやつ、食らったでしょ。うん、もうあれ怖かったもん、すごい。ああ上の方からさ、ラークって声が聞こえたと思ったらさ、なんかガラガラガラって来たね。おいマジかっていう。あったね。でなんかね、まあ小石だったけど、まあ金に直撃してね、まあ小石でよかったっていう感じだけど。いや本当ですよ。いやあれ本当怖かった。これ動画には多分ないと思うけど、もう一個落石あったじゃん。かすめったっけ、当たったわ。覚えてない。全然覚えてない。その時はもうちょっと大きめのやつ、前登ってた人が落っこどしちゃった。あった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 。すげえコンクレでっかいでしょ。そうそう、なんか軽いなんかボーリングの球じゃないけどぐらいの。あれ食らったら死ぬよな。そうそうそう、前登ってた人がなんか落としちゃってみたいな感じだったけど、まあ落石のね、あそこは本当方向じゃないけど、よく素だよね。剣も、すっごい良かったけど、剣沢キャンプにテント張ったでしょ。あ我々、あそこからの景色もそうすごかったし、めっちゃ良かった。なんならその剣沢キャンプ行くまでにほら立山も登ったじゃない。立山を登ってから剣沢キャンプに行ったでしょ。あの立山からのあの景色もわかる。すっごい綺麗だよね。めっちゃ良かった。
わかります。1位。わかるでしょ。わかります、わかります。あ、まあテント張ってさ、君の時なんか着替えてて、で俺がなんかちょっとお湯沸かしたりしてた時に、その時にあれピクミンさんですかみたいな。ああ、はいはいはい、あったね。うん。俺がちょっとテントの中でさ、すっぱなからこう体浮いてる時でしょ。そう。で、ちょっとなんか、すいません、今出たいんですけど、声だけみたいな。サウンドオンリー。今すっぱだからすっぽんぽんなんで、みたいな。ごめんなさい、みたいな。うん、まあ、後でね、ちゃんとね、うん。またちょっと来てくれてね。こいつ裸なんですいません、みたいな。声だけだよ、みたいな。まあ、そういう思い出もね。あ、確かに、あったあった。結構面白かったよ。うん。まあ、いろんな意味で第1位剣岳、わかります。はい、さあ、それではいよいよお願いします。じゃあピッコロが選ぶ第1位。はい、まあ、あの皆さん感応鋭い人は多分気づかれてるかなと思うんですけど、まあ、こういうのがずっと置いてあったんですよね。王子と書かれた紙がここに置いてあったと思うんですよ。白い椅子に座ってる王子、はい、白い椅子に座ってる王子、白い馬に乗ってる王子、白い馬に乗ってる王子、白馬の王子、白馬の王子、そう、白馬だけ。はい、というわけで、待て いやね、まあ一つ言わせて、上半期ランキングでさ、ここにほらナス置いてさ、はい、ナスだけ1位でしたみたいなやつあったじゃん。やったね。あれでちょっと俺縛られちゃって。なんか今回もやんなきゃなんかなみたいな、なんか全然動かなくてどうしようどうしようみたいな。君だけじゃないんだよ、苦しんでたのは。俺もちょっとあれやったことによってちょっとかなり縛られちゃって。なるほどね。そうで、そう泣く泣くこうしたと。はい、ということで誰が分かる、第1位白馬岳です。はい、はい、あの津賀池から登ってたんだよね。そうそうそう、津賀池から白馬乗鞍コレンゲって取って、うん、白馬、うん、で白馬頂上宿舎でテント泊して、はい、っていう感じのコース行ったんですけど、もうね稜線歩き、うん、もうダントツ1位。わかる、本当にすごかったあれは。すごかったね、うん、あのね、じゃ稜線フェチの人は、うん、たまんないと思う、本当に。本当に白馬岳のこの頂上からの景色っていうのももちろんすごいんですよ、もちろん本当にすごくって、まあ、剣見えたりだ、ねね、あの辺のがもうバーって見えるんだけど、うん、どっちかってそっちよりかは あのコレンゲ、新潟県最高峰のコレンゲからこの白馬に行くまでのあの稜線、わかる、もう多分ね綺麗、8時間眺めてられる。あれはね、わかるよ、そのぐらいいいっていうか。でなんかあの登ってた時も、うん、もう下半期1位来ちゃ、いきなり来ちゃったみたいなこと言ってたけど、うん、もう来ちゃってたんだよねやっぱり。まあね。うん。わかるわ。あれはね本当に素晴らしい。まあ確かにね。だから頂上からの景色とか登りごたえとかじゃなくて、あのもう稜線が素晴らしすぎて。わかるわ、うん、あれは良かったな、あれはもうずーっとああって感じ、あ残ってる、残ってる、うん、またあそこ歩きたいなみたいな、違うところからもうちょっと行ってみたいなみたいな。ああそうだね、そうそうそう、なんか朝焼け、朝焼けっていうかあの朝日、うん、朝日もう見れたしね、素晴らしかった。ライチョウにも確か会えたよね。ああ、あったあったあった、あったあったあった、うん、で天気も良くてってね、まあ本当好条件が揃った、そうだね、うん、めっちゃ良かった、あれはもう、でも夏でもがっつり雪残ってたし、ね、そうだね。そうだね、なんかね、うん、まあ、ちゃんとステップとかはしっかりしてたから、うん、まあほとんどチェーンスパとかも
ね、必要ないような感じだったけど、うん、というわけで第1位白馬岳でした。はい無理やりすぎんだろはい、ということで、まあ2021年、うん、下半期もね、うん、まあ、かなりいろいろ登ってきましたけど、登ったね、うん、全然もう登りたい山まだまだ全然登れてないあとなんか知らない山も結構多いから。ああそうだね、そうそう、まあ、ちょっとそういったのも勉強しつつ、うん、来年はねもっと勢いよく登っていきたいなと思います、うん、なんかないですか一言。2021年を振り返って。2021年を振り返ってか、はい、まあ、本当つまんないことばっか言っちゃったかなと思って。俺は面白いと思ったけど、いやまあギャグ、あ、うん、あそっち、うん、あ山のことじゃなくてそっちね。いや山のこともあるけどまあ2021年、うん、思い返してみると、うん、まあ、だいぶその山レベルも、ね、上がってきて、ね、上がってきたね、だんだん成長してきて、ね、そうだね、そう、なんか行ける山もどんどん増えてきたというか、うん、だから来年もねもうすごいいろいろちょっとチャレンジしたい山とかね、歩きたい山とかもたくさんあるんで、それを、うん、楽しんで、まあ、来年はね行きたいと思います、はい、なんで皆さんまたぜひ来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年1年いろんな山登れてね、楽しかったよ。あ、真面目な感じ。え無事登れてね、楽しかったんだから、はい、もう何も言うことはない。はいはいはい、それでは皆さん良いお年を。なんだよ飲め飲むか西天狗早朝、東天狗早朝、白馬乗鞍岳早朝、白馬岳早朝、つばくら岳早朝、はい、2922m、 はい、早朝来ましたよ。はい。はい、ありがとうございます。登頂。登頂。イエー。ありがとうございます。登頂。北岳に来た。超快晴の北岳。登頂。まずは一段目。登頂。登頂。仙丈ヶ岳。登頂。大山さん。登頂。30度目、登頂、館山大山ですね、登頂、館山御南寺登頂、富士の折り立て登頂、持ってるからグーできない、別山登頂、はい、次頂上、はい、鶴見岳登頂、32度目か奥穂高登頂、あそこで騒いでる多分、天城さん万三郎岳登頂、登頂、長野岳登頂、西岳登頂、はい登頂、400名山両上さん登頂、妙高山奥穂登頂、400名山妙高山登頂、よし、はい、登頂、日光白根登頂、龍ヶ岳登頂、